非炎伸中字田強母音は母音の種類の一つで基本母音の第十七番強中字田非炎伸母音とも言う国際音声記号ではと書く下が摩擦音が起きない範囲において最も上顎に近づいた状態で最も後ろの U から最も前の I まで移行するまでの中間で出される非炎伸母音これは物理的な距離ではなく 音の聴覚印象によって定められたものである。この音を正確に日本語表記することは不可能である。スラブ語の日本語表記ではなるべくわかりやすく、また正確な表記のため、いくつかもの試みがなされてきた。まず、基本的には、美で表すこととし、愛等との区別を図る試みがある。しかし、これは、Y との混同の不安があり、 また、煩雑であるという点で好ましくない。簡単に、糸書かれてしまう場合も少なくはないが、当然ながら、愛悼との区別ができないという点で好ましくない。また、ういと表記する場合もあるが、これは、本来一音節の発音があったかも二音節であるかの、ように表記されるという点で好ましくない。また、ルーマニア語では、腕で表記されるが、これも、 U との区別ができないという点で好ましくない。特に表記が困難なのは t や d との組み合わせで tui、tui、tui、t などの表記がいずれもよく用いられ、それぞれ実例を見つけることは難しくないが、いずれも問題がある。なお、NHK の語学教科書では t u が用いられており、NHK のテレビ番組では tui または t が主流で稀に tui があり、 ポーランド語、日本語辞書では、t で表している。日本で出版されている、ウクライナ語教科書では、t で表しているが、同じ出版社から出版されている、ウクライナ語単語帳では、そのような表記はない。ロシア関係の専門書では、どの表記も見られる。ありがとうございます。